ニュルブルクリンク24時間レースとは、ドイツのニュルブルクリンクで毎年開催されるエイタック主催の耐久レースのこと。24時間でどれだけ長い距離を走れるかを競う毎年5月から6月の初夏に開催される。日本では、ニュル24時間レースや、ニュル24体といった略称で知られている。イベントの正式名称について、長らく大手損害保険会社の中立費保険が、 冠無理スポンサーとなっていたことから、エイタックチューリッヒ24時間レースであったが、2019年から石油会社のトータルが取って代わり、エイタックトータル24時間レースとなった。BMWM3 と、レクサスルファ・フォルクスワーゲン・ゴルフなど、スポーツカーに限らず多様な車種が、毎年参戦するもともとは、エイタックが主催する、ローカルイベントだったが、第1回のレースが開催されると、 たちまち人気が集まり、今ではヨーロッパ中に中継されるビッグイベントである。大きな特徴として参加するチームがワークスやプライベーターを合わせて極めて多いということが挙げられる。その一例として2007年は合計228チームがレースに参加した。あまりの台数の多さに一つのピットを最大6チームでシェアするスタートを3グループに分ける。 第3グループがスタートした直後に第1グループのトップのマシンが追いつくことなどはもはや珍しくない光景である。給油も台数の多さから様々なマシンが1台の給油機をシェアして給油する状態であり、給油ノズルの形状は普通のガソリンスタンドに設置されているガンタイプになっている。s p q g t 3クラスのようなクイックチャージャー装備の車の場合でも それに対応する給油機がないため、クイックチャージャーの差し込み口を持つ、ロート上のアダプターを用いる。起伏の激しい地形、狭いコース幅にアマチュアを含めた200台のエントリー、照明のない夜間と通常のサーキットレースより、はるかに危険なため、プロアマ問わずニュルキタコースで開催されるレースでの完走実績を要するほか、英語で出題される筆記試験に100点満点で合格しなければならない。 また合格後も抜き打ち指名でのテストがある。詳細は、ニュルブルクリンクを参照ニュルブルクリンク北。コースコースレイアウト競技は、ドイツ北西部ラインラントップファルツシュケルン南方の、ニュルブルクにあるサーキット、ニュルブルクリンクで行われる。予選は、北コースのみで行うが、GP コースも連結して行い、スタート、ゴールラインやピットは、GP コースを利用する。 オールドコースとも呼ばれる同サーキットの北コースは、かつてフォーミュラカーの車高が高かった頃は、ドイツグランプリの走路であり、戦後開始された、会一ドイツグランプリもここを会場としていた。しかし車高が下がるに従って、走行に危険が増し、凹凸の少ない路面での走行に、最適化されていったフォーミュラカーでのレースが行われなくなったという歴史を持つほど、 荒れた路面や連続するコーナーの過酷さに定評がある。アクセル全開で一周走るだけで、一般行動を 800km 走るのと同じくらい、ダメージを受けると言われるほど過酷なサーキットである。これを24時間走り続けるためマシンにかかる負担は、あまりにも大きく、レース後半になると目に見えるダメージを負ったり、そこをテープなどで補修したマシンが目立つようになる。 ホンダシビックハイブリッドによる24体の大きな特徴はワークスやプライベーターを合わせて参加チームが極めて多いことである。総合優勝を狙うワークスから自慢の愛車をカスタマイズしてレースに臨むプライベーターなど実に200以上のチームが毎年参戦している。参加車両も多彩で BMWM3 やポルシェ 911GT3 などのような本格派スポーツカー以外にも ヒュンダイクーペ、ホールデンコモドアやフォルクスワーゲ原ロッコルノークリオに至るまで様々な車両が参戦している。中には修理アートのあるようなプライベーターの車両や往年の名車も参加していた。ただし2011年からはレギュレーション変更により製造50年以上経過した車両は参加ができなくなった。が屋根に尻尾をつけたオペルマンタ等非常に 長期間同一車種、チームで出場し続けたため、伝統を途絶えさせるのは、もったいない。ニュル24のアイドルという理由などから、主催者推薦枠が導入され、この枠での出場に、限り10年以内という条項がないため、参戦が続けられている。ハイブリッドカーやディーゼル車も参戦しており、例として、トヨタハリアーハイブリッド、ホンダシビックハイブリッド、 BMW320D といった車種の参戦経験がある。日産 GT-R GT-3 ニュル24に初めて日本のチームが参戦したのは1990年のニスモでスカイライン GT-R でグループ n クラス優勝を果たし翌年も連覇した。2011年には日産 GT-R を使用してドイツの地元チームシュルツモータースポーツが参戦し、 TV ゲームグランツウリスモの開発者である山内和則らの運転で SP8T クラスのクラス優勝を飾った。2012年には GT アカデミーチームの山内和則らが運転する GT-R が同クラスで再びクラス優勝した。また同年には水野和斗氏率いる GT-R の市販車開発チームが GT-R の開発の一環としてニスモを介さず、 ほぼ市販車のままの GT-R で参戦するという異例の酸素汚された。2013年はシュルツモータースポーツがグループ GT3 仕様の GT-R で SP9GT3 クラス参戦するがエンジン交換を伴うトラブルなどでクラス22位に終わった。2014年には GT アカデミーチーム RJN とシュルツで合わせて3台の GT-RGT3 が参戦し、 山内らがカリシュルツのクラス11位が最高順位であった。2015年は RJN とシュルツで2台が参戦。ルマン24時間レースの演習も兼ねた、ドライバー編成の RJN が GT3 参戦後の最高位となる、総合9位でフィニッシュした。2016年は RJN が3台で参戦し、ノントラブルで走り切って総合11位であった。 2017年2018年は参戦が途絶えていたが2019年にはタレントの近藤正彦が監督を務める近藤レーシングが GT3 仕様の GT-R で参戦するレクサス LC トヨタ自動車のモータースポーツニュルブルクリンク24時間レースも参照2007年に当時の副社長であった豊田明夫とその師匠である成瀬博氏が独自に組織した 画像レーシングがニュル耐久選手権を含めて毎年参戦している。参戦初年度の2007年はチーム画像としてトヨタアルテッツァ2台で出走し、110号車が総合104位、109号車が総合110位で完走している。2008年はレクサスイズを投入し、2009年には当時コンセプトカー段階であった。 レクサスルーファを開発を兼ねて持ち込み話題を呼んだ。翌年の2010年には SP8 クラスでクラス優勝を飾り、2012年にも同クラスでクラス優勝を飾っている。また同年にはトヨタ86も初参戦し、SP3 クラスでクラス優勝している。2014年は SP8 クラスにレクサスルーファ、SP3 クラスにトヨタ86が参戦したのに加え、 さらに同年より新設された SP プロクラスにはルファをベースとした次世代のスポーツカー技術の研究用車両であるルファコード X が参戦。この画像レーシングの3台はすべてクラス優勝を果たし完全制覇を達成した。2016年には市販前であったクロスオーバー SUV の C、HR を参戦させ2018.2019年には SP プロクラスに研究開発用のレクサス LC を参戦させるなど、トヨタのニュル活動は、勝利することがメインの WRCWEC に比べて、車両開発、人材育成の要素が強い。プライベーターでは、岐阜県、レクサス専門チューニングショップのノベルがチームを組織して2016年から、市販車のイズ F や RCF で参戦し、2018年には、 クラス2位と3位を獲得した。2019年には、レーシングプロジェクトバンドとのジョイントで、最高峰の SP9 クラスに、RCFGT3 で挑戦する。またトヨタチームタイランドもカローラアルティスや、CHR で2014年から参戦している。スバル WRXSTIS206、スバル WRX バモータースポーツも、 参照スバル STI が2008年から WRXSTI で参加したのが始まりである。スバルが2009年に WRC から撤退して以降はニュル24が STI の欧州における主要活動にとって変わっている。また画像レーシング同様、メカニックは全国のディーラーから選んでおり人材育成の面も強い。2011年に SP3T クラスで クラス優勝、翌2012年にも同クラスを連覇した。2013年はマシントラブルでクラス2位。2014年には接触とペナルティでクラス4位に終わったが、2015年にはクラス優勝を取り返した。2016年も勝って連覇するが、2017年は接触や炎上によりリタイアし、3連覇を逃した。2018年には、 SP3T クラストップの予選タイムを叩き出して、決勝レースをスタートし、1時間ほど順調に走ったものの、パワーステアリングのオイル漏れが発生して、ピットイン、1時間弱のタイムロスとなるだけでなく、クラストップを明け渡してしまう。またスタートから5時間経過後には、パドルシフトの作動不良、騒音規制オーバーによる失格を防ぐために、エンジン回転数上限を抑制した。 途中雨の夜という悪条喧嘩でオードの力を見せつけ、ラップタイムはハイパワーエンジンを積んだ GT3 マシンの何台かよりも早かったその後ゴールまで残り1時間というタイミングで突然のスローダウン、オフィシャルの手により車両はピットに戻りトラブルの原因は不明という状況だった。メカニックの懸命の作業による疑わしき部品を交換して何とかコースに復帰し、 クラス2位の VW、ゴルフ23周もの大差をつけて買った、ファルコンモーターズボルツチームの日産、フェアレディ z ッ九1999年から、タイヤメーカーのオーツタイヤが N1 耐久シリーズのチャンピオンチームを母体とした、ファルコンモーターズボルツチームを結成して参戦を継続している。車種は百九十九年が、r 十三型日産、スカイライン GT-R、年は、 GT500 仕様トヨタスープラ2001年以降は毎年 R34 型日産スカイライン GT-R のスーパー耐久仕様の改造車で特に2002年は総合を5位に入賞する活躍ぶりを見せた2005年と2006年は一度活動を休止したが2007年から日産フェアレディ Z で復帰2011年からはベース車両を ポルシェ 911GT3R に変更して2018年現在まで参戦、継続中であり、2014年には総合4位入賞を果たした。また、欧州法人は、他のによる参戦チームへのタイヤの供給も行っている。参戦車両は大まかに3つのディビジョンに分別される。総合優勝を狙うワークス勢は、ディビジョン2の SP 級に属する。ディビジョン1表記。 DHT D3T、AT 改造範囲の狭い小型車、ディーゼル車、ハイブリッドカーのためのカテゴリー、DMSB の定める車両規定に準じたクラス、HS はハイブリッド車両。DHT D3T&AT は2009年度に発足した新しいクラス。DHT D3T はディーゼルターボ車のクラス。AT は環境エンジン搭載車のクラス。 ディビジョン2表記、SP1、SP8、SP3T、SP4T&SP8T、SP9、SP10 SP、SP カップ1、e、E1XP、V1V6&VD、s p v 1, v v D, SP x プロ f i a グループ A や、スーパー2000規定に基づく車両のカテゴリー、排気量、下級機の有無で、SP1 から SP8 までに分類される、SP9、SP10、 SP8T は2009年度に発足した新しいクラス。SP9 はグループ GT3。SP10 は GT4 の規定に準拠した車両のクラス。性能調整は独自のものとなっている。SPX とプロは特別公認クラスで、SP9 に収まらないワンオフマシンや SP9 規定だが、まだ FIA の公認を取れていない GT3 マシン。さらには、 市販前のテストカーなどが使われる。V1V6&VD は、VLN の規定に準拠した車両のクラス。ディビジョン3表記、N1N5FIA グループ N 規定に基づく、カテゴリーで改造範囲が狭く、プライベーターが参加する。各クラスに付加されている数字は、それぞれ排気量によって所属するクラスを示す。ありがとうございます。